はしし、たと書いて橋本徹さんです。はい、どうも、カッパ園長です。今度はね、この国際問題化のお話をね、ちょっと見ていきましょう。いや、もうこれ結構シャレにならないレベルなんでしょうね。僕なんかはほら、いいネタとしてこうやって毎日笑い飛ばさせてもらってますけども、やっぱりね、この聞く人が聞いたら、見る人が見たらね、うん、やっぱりそれじゃ済まないってことですよね。うん、ちょっと僕も、でもどうしよう。僕、反省できるかな、この点では。いや、まあちょっとね、あれなんですけど、これジョージア大使。ね、ティムラズ・レジャパ。駐日ジョージア大使っていう方がね、こんな風におっしゃってまして、自国が戦争中である人間の気持ちに対し追い打ちをかける発言を批判すると、日本の生活を脅かす、脅迫罪にさえなりかねないでしょうって。これ橋本さんが NATO が負担を引き受ける政治的解決策もある。しかし、しかもあなたは日本にいる限り奴隷になることはない。だからさっきのあれですよ。ね、橋本さんが、実際、ね、どういう状況なのか、まあ僕は多分知っててね、そこはこう無視してね、この絡んでったんだと思いますけども。まあ要は北海道でね、遊びほうけてるわけでも何でもなくて仕事で行った。ね、しかもなんか、日本が世界に誇る自衛隊の基地で講演。ね、日本国、ね、わかんないですよ。ね、細かく内容全部僕が聞いてたわけじゃないんで、わからないんですけども、ね、本来だったら、例えば日本の、なんだろうな、まあ、まっとうな仕事している、まあ政治家の方だったり、なんだったりっていう、この影響力がある人とは、本来だったら橋本さんこそ、ね、自衛隊基地で講演するなんていうことを、やっててもおかしくないのに、ね、自分はやっぱりね、そうですよ。だから逆ですよね。本来だったら橋本さんぐらい影響力がある人がね、反日テレビ局のね、反日ワイドショーに引っ張りだこになって、ね、調子こいてる場合じゃないと思うんですよ。ね、だから、ある意味、ね、橋本さんみたいにこのテレビや連中に飼いならされて、ね、すっかりなんかこう、ある意味、反日プロパガンダツール、ね、日本ではない他国の、ね、このなんかこう広告宣伝等、まあ、大陸のスポークスマン、ね、なんていう存在になり下がっちゃったもんだから、代わりに、ね、日本、一応橋本さんだって日本生まれの日本育ちの日本国民ですよね。まあ、一応そういうふうにしておきますけども。じゃなく、その代わりにね、ウクライナの、ね、ナザレンコさんが日本の自衛隊基地で講演を代わりにやってくれてどうもありがとうじゃないの？本来だったら。うん。だけど、実際、ね、僕はもう実際知ってて、ね、そこはあえて無視して橋本さんはね、突っかかってったと思ってますけども。まあ一応ね、知らずに、北海道のすすきので遊びほうけてやがるみたいな、わけのわからん絡み方をしたわけでしょ。で、その様子を見た、このジョージア大使のこのレジャバさんが、ね、何言ってんだと、けしからんと。だからまあ、僕はね、まあそうだな。そうですね。この件についてはちょっとやっぱ反省かな。そんな軽い話じゃないと。ね。YouTube とはいえね。ネタにしてね。笑ってる場合じゃないぞと。じゃあ真剣に橋本さんを批判すればいいですか？あ、じゃあこっから一切笑うの禁止で言ってみましょうか。やれるかな。まあいいや。一応まあ、なんかそういう流れです。だいたいわかりましたかね。橋本徹さんが、なんかこの10回ぐらい、このツイート連投して、ちょっとずつちょっとずつ話ずらしながら、仕事でね、自衛隊の基地で講演という仕事で、ナザレンコさんが仕事で北海道に行っていたのに、ちょっとずつ話ずらしながら粘着して絡みながら、すすきので遊びほうけてやがるあいつは、ね、っていうレッテルを貼って、でまあ、要は在日ウクライナ人のナザレンコさんを批判してたんですよ。でその様子を見た、ティムラズ・レジャパ駐日ジョージア大使が、ね、これ侮辱だと。しかもなんかね、撮影に気をつけろよみたいな感じでほら、ね、SNS 写真に気をつけてください。多分あの部分のことを特に言ってると思うんですけど、脅迫、ね、確かに脅迫ですよね。脅迫罪に、さえなりかねないだろうとね。ちょっともう常軌を逸してるから、ね、これシャレにならないぞっていう、まあ警告ですよね。ジョージア大使からのね。
で、まあなんか橋本さんのこの発言、この行動が国際問題に発展しかねないなんていう、そういう状況を、まあ例えば有本さんがなんかこうね、こんな、まあ僕もよくこの維新ね、この橋本さんとあとこの宗男さん、ただ橋本さんはこの別に維新に関わってはいたけど、今は関係ないっていう、そういう立場でしょ。うん、でもほら無関係ではないですよね。影響力もそれなりにまだあるんだし、ね、こんなんで維新は選挙大丈夫なんですかって結構いろんなところでいろんな人言ってると思いますし、でなんか有本さんもそれをなんかこうおっしゃってて、でそれにねこの松井さんがね、松井さんが反応して、いや関係ないっすと維新が党と橋本さんを切り捨てにかかってますね、50過ぎたおっさんなんで全て自己責任です、ね、我々は関係ありませんのでやめてくださいみたいなこと言ってますよ関係ないは通用しないんじゃないですか。うん、まあなんかね、うん、なんだろう、まあ確かにね、いやもうこれは大使に言われてもしょうがないですよ、だって本当に、うん、あ、もう真面目に非難する計画、もうすでに頓挫。大爆笑しちゃいましたね。で、まあ、橋本さんがね、まあ、そんなね、このなんかもう国際関係、ね、国際問題化しつつある橋本さんなんですけども、まあ、橋本さんのこのなんか妥結案、ね、政治的妥結だ、政治的妥協だって連呼してたじゃないですか。ね。で、この、また番組で、これバイキングだったかな、また富士なんですけどもね、この富士がね、この特にこのテレビ、ね、このテレビア連中、特に富士がね、この橋本さんをこのね、ずっと出ずっぱり、ね、この徴用し続ける。なんでだと。うん。まあ結構首かしげてる人たくさんいると思うんですけども、まあそれちょっと後でお話しますけども、この橋本さんが、このウクライナ、ロシア、ね、ロシア、ウクライナ、ここでもなんだろう、武力衝突とか言ってんのかな。まあ侵略戦争を仕掛けて、ね、だからこの地域で、彼らが言う、橋本さんが言う政治的妥結の正体ですよね。だからほら、桜井先生に政治的妥結っておっしゃいますけど、具体的にどういうことをおっしゃってんですかって言われて、んみたいな感じで、なんだ君はって感じで、こう目くばせしてさ、ね、次進ませようと、なんか司会者に目くばせして、なんかそこはスルーしたっていうのがあったじゃないですか。あれの正体ってことですよね。で、橋本さんが、なんかまた桜井さんの目の前では言えなかった、要はその本当に言いたかったこと、ね、橋本さんが言う、政治的妥結の正体。もう簡単に言うともうこれウクライナにね、白旗さっさと上げろよって、やっぱりそこなんですよ。ウクライナが NATO に入らず、で、NATO の基地も NATO の兵器も置かない。だからこれ武装解除ですよね。ウクライナの軍備は最小限って一応ここには言ってるんですけど、ね、まあ各部屋に自動小銃1丁ぐらいは OK なんかしらね。で、ウクライナの主権を認めてあげる代わりに、主権国家ですよ、もともとウクライナ。ね、どこの誰に頭下げて認めてもらうようなもんじゃないと思うんですけども。まあ、ウクライナがね、うん、だから白、ね、もう事実上武装解除し、ね、それと交換条件で、ウクライナの人たちは主権国家として認めてもらいなさいと。その代わり、どんだけ差し出せばいいんですかね、ウクライナの人たちは。ポーランドやルーマニアの NATO のミサイルを取り下げる。で、ロシアは、ベラルーシへ置こうとしている核兵器は取り下げる。クリミアと東部地域は特別自治。もう完全に、いやもう、平たく言うとやっぱさっき言った通りですよね。ウクライナはとっとと白、ね、もう武装解除して白旗上げて、降参しろよと。ね、うん。今白旗上げてね、この抵抗すんのやめて、うん。そしたらね、主権国家として認めてやるが、でもこれ主権国家として認めてもらう格好にすらなってないですよね。うん。普通にこれ、だって事実上の併合でしょ？ね、うん、代わりに傀儡政権でも置いてさ、うん。主権国家でも何でもないじゃん。だからウクライナを無力化した上に、ね、で、領土も割譲されて、で、ついでに NATO も弱体化する。ね、だからもう完全にプーチン大勝利ですよ。ね。だから結局腹の中で考えてるのってそういうことですよね。うん。ね、散々このゼレンスキー大統領のね、演説がある前は、ね、さっさと降伏しろ。ね、で、それをなんかこうね、桜井さんや高井さんの前では、政治的妥結とごまかし。うん。で、違う番組では、あ、その前にこのゼレンスキー大統領の演説後、ね、ウクライナに敬意を表する。ね、ゼレンスキー万歳とまでは言ってないか。うん。
でもね、結局このね、全然違う番組にね、なんかこうゲスト出演かな、このバイキングにね、富士のテレビに出た時には、うん、あのこういうことを言ってるわけですよ。うん、やっぱそういう人なんですよね。うん、だからここでも、まあ僕も普段からね、まあ橋本さんに限らず、このロシア擁護派、ロシアの立場で、ロシアの言い分がとか、ね、そういう人たち全員にいつも言ってましたけどもね。うん。なんでその人たちって、この戦争、だって侵略戦争を仕掛けてるのはロシア軍じゃないですか。プーチン大統領のロシア軍。ね。なんでこのロシア側の立場に立つ人は当然そうなりますけども、そもそもね、うん。この橋本さんとかね、まあ鈴木宗男さんはしょうがないんですけども、あそこまで行っちゃってるんで。ね。じゃあ、例えば今回のこの橋本さんのね、政治的妥結。ね。まずこのロシアにこのウクライナ侵略をこのやめてくれ、やめろ、ね。やめるべく、そういう主張の発言って絶対このテレビや連中って言わないのはなんでかなって、ね、何回か、お伝えしてきましたけども。ね、結局ここでもさ、ね、ロシアに対しては何にも、この要求も何もないですよね。だからもう本当ロシア、ね、大勝利、プーチン大勝利で終わらせたいんですよ。うん。でも完全にこのトカーの連中、レッドチームスポークスマンですよね。ね。で、まあこんな人が、まあこんな人なんでね。うん。ただ、なぜここまでテレビにね、ガンガン出倒してるのかと。ね、特にフジテレビ。うん。橋本徹さんをね、うん、このだってレッドチームスポークスマン橋本徹さんを、ね、あ、分かって言ってますよ。ね、そもそもね、局がそうだし、ね、日本のこのマスコミ、テレビア連中がもうそういう組織だからね。うん、ね、うん、だからそれはフジテレビっつったらだって、ね、とにかく日本をおかしくしたくてしょうがないやつらの巣窟じゃないですか。ね、普段は何やってるっつったら、これに関する以外だったら、ね、やたらとね、とある半島のあの国推し。ね、で大陸も大好き、うん、もう全部揃ってるわけですよ。だから全然おかしいことでも何でもないんですよね、フジテレビ的にはね、うん、だからまあ普段からこの言ってるこのね、特にもう一個のチャンネルの方では反日マスコミ、ね、このテレビア連中はね、もうまるっと日本の敵だってはっきり言ってると思うんで、まあ、ご覧のあなたはね、まあ聞いたことぐらいはね、僕のことを応援してくださるあなたはご存知だと思いますけど、そう考えるとね、うん、テレビア界隈ね、ワイドショーでね、この橋本さんがね、出まくるのも、それは当然だよなと。だって一味一味、仲間仲間、一緒一緒。うん、まあ、元市長の、ね、このタレント弁護士に、まあ、軍事外交をペラペラ好きに喋らせて、公共の電波にね、うん、レッドチームスポークスマンとして、やりたい放題、言いたい放題、ね、貴重な電力を浪費して、ね、我々一般視聴者、まあ、多分ご覧のあなたはまともに見てる人はそうそういないと思いますけども、まあ、中にはほら、テレビ、ね、とりあえずなんか飯食う時とか、なんか仕事中休憩とか、なんかつけたりする時あるでしょ？うん。まあ、視聴者のね、精神衛生を害する。ね、その中でもやっぱりフジテレビって言ったらフジテレビなんて言われるぐらいですから、まあ結構な存在ですよね。うん。だからやっぱりテレビや連中がね、局が、番組がね、関わる人間も含めて、もうやっぱり我々日本国民の敵なんですよ。うん。で、そこにね、うん、およそ我々の日本国民の常識とは大きくかけ離れているね、人たちが出たって何にも不思議じゃない。うん、ね、テレビ局も、ね、この番組も、ワイドショーも、テレビア連中も、だから人も箱も、内容も、うん、そういうもんなんですよ、やっぱり。うん、だから早いとこ、きれいにこの掃除しないと、まずいですよね。うん、で、まあ、だ実際ほら、ね、すでに、まあ、経営危機、ね、明確化してるんで、ね、もう何押しすれば、とどめ刺しに行けるか、ちょっとわかりませんけども。まあ一生じゃない、一層拍車がかかるんじゃないですか。てか、かけなきゃダメですよね、やっぱり。うん。だからまあ、この中国でしょ、ロシアでしょ、まあ半島でしょ、ね。で、この日本のマスコミ、ね、フジテレビ、ね。まあ、独裁体制っていうこの共通点もありますよね。うん。だからやっぱりそういう組織だし、で、中の人間もそういう思想のそういう奴らだし、だからまあ、牛耳られちゃってる。うん。だからもう、まるっと、日本から一掃でもしない限り、うん、やっぱりこういう状況って続くんですよね、うん、まあだからこの橋本さんとかこのウクライナ情勢以外の話でもね、うん、我々日本国民の敵ですよ、やっぱりテレビ局、あとまあ新聞もそうか、だからマスコミですよね、うん、ね、例えばこの日本のために仕事しようとしている、ね、まあ、高橋さんとかね、
あとはまあ桜井さんとかね、民間の方でも、をまあ徹底的に批判する、あるいはもう花から取り上げもしない。で、印象操作で、ね、まあ型にはめ、罠にはめ、引きずり下ろすなんていうことは平気でやるくせに、ね、もう無益無能で国益を害するような、ね、だからまあ宗男さん、うん、鈴木親子とかね、うん、あの辺なんかは一切批判しないし、まあ岸田内閣もそうですけどもね、うん。どう考えてもやっぱり我々日本国民にとって何のプラスにもならない存在。ね、特にこの藤井はやっぱりね、見ない方がいいっすよね。健康のためにも。だからそういう意味ではやっぱりこの橋本さんなんかはね、このテレビ向き、フジテレビ向きなんですよ。うん。ね、そこそこ数字も取れるんでしょ、出しときゃ。知らないですけど、僕見てないから。ね。だからまあ、いいとか悪いとか善悪じゃないな。だから情報の正しさとか間違ってるとかっていう、そういうね、分別もね、関係ないんですよね。やっぱり、ね、局としても番組としても。だからこそ橋本さんだって、このやりたい放題やれる。ね。で、それでこうまた呼んでもらえるし、使ってもらえるし、実際金にもなるし、で親方にも褒められるし、いいとこばっかなんですよね、やっぱり。あの人たち同士。うん。もうさっさとね、片付けたいですね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。